いきなりカメラ回したところから、はい、実は前回ね、前回のスペシャルの時にお話が出ました。第1回武道館のチケットですから、ちょっと寄らせていただいて、2階席って言ってもこれ1階ですよね、実質この色は。いやでも2階、あ、1階席ってそうか、そうですね、確か3階が、あ、そうそうですね、ね、はい、はい、うん、2階のディートと本当に前じゃないですか、4列目、うん、まあそうだったんだろうね。 ただやっぱりね、その場所の角度が結構悪かったからさ、本当に逆にもう斜め後ろですもんね、うん、そうですね、あの写真を見ると、鬼神激写の、はい、写真を見るとね、北西のスタンプがもう薄くなっちゃってわからなくなって、ああ、はい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 、はい、うん、後で写真撮らせてこの写真は何ですか。これはたまたま雰囲気で入れたんだけど、実はこれは次の翌年の後楽園球場の時の、ああそうですよね、うん、ですよね、ですよね、そうです、会場入りするところですかね、あの舞台に、ね、なんかそんな感じだよね、そうですね、うん、このじゃあ上の方で赤坂さんが見てたってことっていうことなんだろうね。そうですね。でしかもあの三藤さんのあれ見るまではさ、うん、あのいろんなバージョンで色が違うのがあるっていうのも知らなかった。はいはい、はい、うん。座席ごとにね、色がこうチケットも違うということですから。うん、はい、でね、質問された方がいて、まだ他の色が、ああ、いやそうだね、あるんじゃないかという。うん、まだそれは調べてないですけど、はぁ、貴重なものありがとうございます貴重けどだからね。でもこれずっと入りっきりですね、このケースの中に。いや最初はそうじゃなかったんだけど、はい、うん、なんかの時にそうしたんだろうね、なんかの時は忘れましたけどね、貴重なものありがとうございました、はい、はい、さて、ちょうど一月前じゃないですか、撮影させてもらって。あ、そうだね、13でしたから長いような短いような、だいぶ反響がすごいですよ、なんだかんだ、あのマニアックな人、そうですね、あのあれだけ長いものを見る方がもう4000、5000近くになってるし、その後のこう切り取りしたものも、あれもトータルするともうすぐ2万近くになりますからね。マジですか。そうですよね、両方見てる人もいるのかね。もちろんじゃないですかそう、もう山岸さんね、キャロルマスターファンがいますからやっぱキャロルマスターのあのあれじゃない、あの握手の件がね、あ、すごい、すごいですね。だからほら話長いから、あの分割で見ると、あ、でもあれでもちょっと長いね山岸、ね、さんツッコミされてましたね。いやいやいや、でも大したもんだよね。そうですね、あのね、うん、お話は、うん、レアですよね、うん、そういえばなんか、ね、女性ファンがいらしたようじゃないですか、あの後。ああ、いや女性ファンというか、いやいやキャロルに来て、うん、でお二人、はいはいはい、あ、その前にはほら、あのヒデさん、松井さんのところにもなんか行ったらしいけど、はいはいはい、湘南でなんか、はい、まあ近くだから、うん、そんな話が出て、うんうん、でもほらマスターの人がいいから、うん、車で乗せてきて、はいはい、ここに、はいはい、でまあしばらくちょっとお茶飲んでって、うん、ね、インスタグラムで拝見して、あ、そうなんですか、はいはい、あのもちろんつながりある方だったので、うん、あ、行かれたんですね、あああれも見せた、あのほら、あのサンドさんのあの、トーク、
女性の、あの、はいね、はい、はい、あの方は新潟のね、ね、はい、あの例の方で、例の方って例の方ってまだね、うん、あのお会いしてないですけどね、うん、自動券大体今4万円前後ぐらいの年間です、ね、すごいよ、もう電話で一番組作っちゃうんだからね。ねえ、いや大したもんだよ。30分ぐらいを一応目安に、ね、うん、したら時間大丈夫かなと思ってお話、うん、あの持ちかけたらいいですよっていうことでした。カットなかったね。ノーカット、ほぼ一回カットを入れてるんですけど、マジほぼ繋いでるからノーカットに見えます。ノーカット3と、そうですね、近況としてはね、ご無沙汰してます。こんにちは。マスターいらっしゃいますか。突然おー、ありがとうございます。大盛況のようで、もう大汗かきました。そうです。ご挨拶だけさせてもらいました。マルシェです。マルシェです。ああ、ありがとうございます。今ね、あの山口さんのとこ行ってきて、はい、一月ぶりですということで。やってきたの。そうです。はい。私はこの後ちょっと予定あるんですけど、はい。マスターにもご挨拶と。そんな俺なんか別にあの俺はほらあの今シュガーダディのカラオケ大会で勝ち逃げ状態なんで。おめでとうございます。あ、ね、そういうつもりじゃなかったんだけど、はい、ね、なんか一番だったらしく。いや、あのマスターがね、高崎いただいて、あ、参加されたことがちょっと、うん、びっくりしたんですけど。たまたまこの間あの、うん、ここで撮影した後に、はい、まあ、先輩がいらっしゃって、回しちゃってますけどいいですか。大丈夫ですよ。でカラオケにどうのこうのって話になったんで、うんうん、俺もじゃあ今度俺も行ける時どっか参加しますよって言ってたら、はい、なんかちょうど行く日時間が取れたんで、あ、ちょっと試しに行ってみるかと、うん、ね、だからでそれが6月の話で、7月の16日に明日、明後日と、また今月のカラオケ大会があるんですが、ああ、そうなんですね、はい、あのもう参加だって言われて、うん、勝ち逃げは許さないと言われたんですが、16日はもともとちょっと予定があって行かれないんで、なるほど、今勝ち逃げ状態でございます。ね、カラオケ屋の面目役所ってところで、さすがです。いやいや、あのね、A ちゃんの歌はなかなか点数出ないので難しいんですけど、なんかたまたまハマったようで。それは先日も夏の終わりを歌われたんですか。ね、今回のね、うん、あ、夏の終わりは宇宙海さんのギターで歌いました。そうです、うん。動画がないんだよね。俺動画誰からも送られてきてないんですよ。あ、はいはい。写真だけはあるんだけど、動画が撮ってくれてる人はいるんだけど、なぜか送ってくれないという。はいはいはい。まあ、あの夏の終わりを宇宙海さんのギターで歌ったのはこれが5回目ぐらい。あ、そうなんですね。そうそうそう、はいはい。あるライブハウスで、うん、その時お客で行ってて、うん、その時は俺歌ってないんだけど、まあ、ある後ろの方にいたお客さんが、まあ、違う方が歌うちゃむギターで歌ってたら、いや俺も小さなギターで歌いたいなって言った時、俺すでに3回ぐらいも歌ってて、やっぱりファンの方ってやっぱそうだよねって。俺も一番最初緊張したし嬉しかったけど、うん、最近こういう風に言っちゃうとすごいあれなんだけど、こなれてきちゃって、もうそれがそのシチュエーションが当たり前、はい、っていうか、うち当たり前ではないんだけど、振られるという、なんかこう乗ってきちゃってこう、うん、ギター宇宙ミーとかってやっちゃうのね。ああ、はいはいはい。
なんかそんな宇宙ビーなんて言ったことないんだけど、まあ、歌ってる時歌ってる最中ならね、そうですね、ニヤッとしてたけど、まあ鈴木さんのあれは夏の終わりを歌わせていただいて、カラオケはちょっとあの短い歌でごまかそうと思った、この海に歌って、あ、そうなんですか、そうそう、それで点数がどうも出たらしく、はい、おかげさまで、まあ、クソ暑いからね、なんか楽しいことでもないと、そうですね、皆さんね、もうフジロックがいよいよもう近くですから ね、そうです、2週間後行かれる方はこの暑さとね、まさに行かれないんですか、あのジジイの行く場所じゃないんだよね、フェスは確かに、あの屋内であればね、あの、うん、幕張とかね、ああいうところでやっていただければ喜んでいくんですが、山岸さんもね、4時までかなって言ってました、あのフェスでこの炎天下、みんな、まあ、場所の距離はまだあれだとしても、なんかいろいろと宿泊がどうだ、車がどうだで、いろいろね、あの我々はフェスに慣れてないもんですから、やっぱりど素人が簡単に行けるものじゃないなと思い、それで、まあ、そこでいろんな費用がかかるんであれば、うん、まあ、あの冬の秋のツアーにでつぎ込もうと、そうですね、そっちにね、まあ、今回ちょっとね、まあ、ありがたいことに8カ所回るんで、うんうんうん、後々計算してみたらとんでもない金額になってて、ちょっとしばらく働こうかな、でだから今年はちょっとあの武道館の土日もチケットが今のところないので、行きたい気持ち半々、うん、ただもう予算がっていう気持ちが半々、うん、なので久々に土日 A ちゃんのライブ期間中にお店でちゃんと仕事しようかなみたいな、はい、もしあのうちでよければ、はい、ライブアトリエでも集まっていただければとは思っておりますが、また告知してください、ね、直前になんかね、いろいろとまた、だってどうせ三藤さんはさ、近いうちにあのいきなりドーンと乗ってくるんでしょう、ね、いや、もちろんもちろんもちろん、いや、それはあれなんだけど、でも、まあ、近くになればまたこういうふうにしますってお知らせは出しますが、たまにはちゃんと A ちゃんのライブの時にも休んでばっかりないで仕事しようかなっていう感じですかね、ありがとうございます、とくそ忙しいのにわざわざありがとうございます、突然なアポなしですいません、どうも、11時に来てくれたらね、もう、はい、すごい人数、そうですよね、ちょうど私、大汗かいて、さっき、涼しいところだった、車を止めるのを待って、別の方、ね、すいません、ご年配の女性の方が、はい、出られるのを待って、ポツポツとまたいらっしゃると、うんうん、はい、であの、今ね、暑すぎちゃうんで、今日はちょっと曇りなんで、外でやってるんですけど、はい、最近ちょっと中で、ですね、ですよね。はい、なので、ね、あのクレープだ、お昼休みゆっくり使ってくれる場所がここしかなくなっちゃったので、ちょっとお客様に不便かけてますが、それでよろしければあの野菜の方もいいの揃えてるんで、まあ、フルーツも、ね、今ありますので、もしよろしければまた皆さんここに来てください、よろしくお願いします、はい、今日はありがとうございます、ありがとうございます、はい、カット。